個別包装されたカブラせんべいカブラせんべいは、カブラをかたどったせんべい。三重県桑名市の名家とされる。原材料は、砂糖、小麦粉、卵、膨張剤カステラ生地の薄焼きせんべいで、ほんのり甘みがある。表面には、最根炭の署名のもとになった以下の漢文が、焼き印で押されている。モチーフとなった、最根炭と、カブラは、桑名で敬愛される。 松平定信の故事にちなんだものである。特にカブラは伝統工芸品のクアナ本に描かれるなど、クアナを象徴するアイテムの一つになっている。このせんべいは有限会社カブラせんべい本舗で製造され、クアナ市街にある本店と支店の2カ所で販売されている。小、中、大と様々な大きさがあり、脱酸素パックとともに、 数枚ずつ透明個別放送して販売されている。1951年11月における昭和天皇の三重県巡行の際には五料食品として献上された。また、桑名市の特産品の一つとして、日本市でも紹介されている。桑名の特産品メーカー。桑名市物産振興協会。2008年8月18日閲覧。全国旅相談株らせんべい。 全国地域観光情報センター2012年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年7月8日閲覧台のおよそのサイズは高さ 150mm 幅 190mm 厚さ 6mm である東京丸の内に桑名市特産品が大集合在業新聞2018年3月18日閲覧 ありがとうございます。